お金持ちになりたい。私腹を肥やしたいです。あんまりこういう公の場でね、聞くのはあれはね。というわけで北川さん、中村さん、本当にありがとうございました。本日2月2日というのが例年より1日早い節分ということで、はい、これなんと明治30年以来124年ぶりという、どういうことなんですか、1日早い、どう思った、どうも頭のいい方に教えてください。暦のあれですか。そうですね、ちょっとずつずれてるみたいですね、はい、終わらせようとしてますね。そんなことないです。私にまあ、知識がないというのは、ね、ハワイみたいなもんですか。ちょっとずつ日本に近づいてる。近いのかな。そうですか。そこと近いですかね。っていうことですか。節分もちょっとずつ元旦に近づいてるみたいな。そこもちょっとノーアイディアなので飛ばしてもいいですか。そうなんです。まあ、2月2日、今日が節分ということで、はい、今日はですね、映画公開の除災招福、つまり災いを除き、福を招くというのを祈願したイベントになっているんですけれども、はい、まあ、福は内、ね、節分の際に言いますけれども、お二人が今年招き入れたいことを伺っていこうかなと思いますが、招き入れたいこと、はい、北川さん、いかがでしょう。お家にってことですか、じゃなくて何か。ご自身の中でもいいですし、お家にでもいいですし、そうですね、なんかやっぱり昨年が結構コロナとかもあってすごい不安な中生活をしてたので、うん、今年はなんか全体的になんかハッピーに心配事がなく暮らしたいなっていうのが本当に切実な願い。 あとは本当にお客さんに来ていただける環境、映画館の方を整えるので、ぜひこの作品を見ていただきたいっていうのが今本当に切実な思い。はあ、またほらこういう風になんかね。いや、でも同じこと言おうと思ってました。あ、本当？もともとやっぱ安心とか安全ってものが ね、うん、そうですね、なかなかいつも以上に、もともとなかったのかもしれないけど、いつも以上に敏感になってるこの1年ぐらいだから、はい、そういうものが来たらいいなと思ったんだけど、でも被ったから変えてお金持ちになりたい。はい、すごいズバッとお金を招き入れ、招き入れたい、お金を招き入れる、私腹を肥やしたいです。あんまりこういう公の場でね、言い方があれでしたけど、でも、まあ、本当に今年もお忙しい方だと思いますので、ね、はい、全部フォローしてくれる素晴らしいコンビで充実させたいということですね。お仕事に関してもいいの、そんな真面目に広げられると本気の人みたいになっちゃうから。おなご2人で、はい、ね、はい、というわけで北川さん、中村さん、本当にありがとうございました。以上でトークセッションを終了させていただきたいと思います。大きな拍手でお見送りください。ありがとうございました。